どうもこんにちは、高島でございます。先週の木曜日の収録なんで、ちょっとタイムラグがありますからね。お前またデータ古いよって時々真剣になって怒ってくる人いるんですけど、まあまあその辺はお許しください。だから先週の木曜日の朝刊見てから以降はね、テレビも見ておりませんので。そうそう、昨日20日はね、すごいじゃないですか、敬老の日。新聞切り抜いてきました。これね、関係ありませんか。100歳以上最多8万6000人。すごいですね。100歳以上が最多の8万6000人。で、おじいちゃんがですね、男性が初めて100歳以上1万人を超えたということですよね。88% とか9割近くがとにかくね、みんな長生きはおばあちゃんなんですよ。長生きはおばあちゃん。その100歳以上8万6000人の中で、最高年齢がですね、福岡に住んでいる田中カネさん、118歳。すごいですね。世界最高齢でもあるんですね。明治36年の生まれだと。私の母親が、まあ、個人的な話で恐縮ですけれども、明治40年生まれで99歳まで行きましたけれども、これが明治40年生まれでしたからね、母がね。だからそれよりも4歳も年を取ってて、明治36年生まれで世界最高の長生きというんですから、カネさんは大したもんですよね。でもね、ちょっとね、身内の話で恐縮なんですけど、今母の話をしましたけれども、母のね、妹っていうのがいるんですよ。で、この間ちょっと電話で話しまして、そしたらね、その妹鎌倉に住んでるんですけど、ひでちゃん、私もね、今年とうとう100歳になったのよって。頭もね、すごいしっかりしてるおばあちゃんなんですよね。毎日新聞を隅から隅まで読んで、私なんかよりもよっぽどものを知ってるんですよね。暇に任せて読んでるだけだからって、何のそんな知識は役に立たないと言ってましたけども、だけどすごいですよね。長生きなんですよね。で、100歳になって。で、私思ったの。もう8万6千人今年ね、100歳以上が生まれたとは言いながら、ですよ。自分の周りに、例えば今、この YouTube をご覧になっているあなたの周り、親戚でも、お父さんお母さんの親戚でもいいし、ひいおばあちゃん、ひいおじいちゃんでもいいし、何でもいいんですけども、100歳になった人っています。私は初めてなんですよ。私は日本放送の OB 会の仕事をちょっと手伝ってるんですけども、代々ずっとこうね、先輩方のですね、年齢を見てもね、100歳っていうのはね、一人もいないんですよ。昭和29年に開局してね、何十年にもなるんですよ。だけどいない。だから案外まだ珍しいんですよね。8万6千人になったとは言いながらという。まあそういうことで。私もそういう DNA がね、ちょびっとはね、体内にね、あるはずなんで、ちょいとばっかり長生きしてやろうかななんて思ったりもするんですけど、どうでしょうかね。そればっかりはわかりませんが。どうですか？こんなのは来てるんですけど、そういうふうに見えますか？神奈川県のね、男性。対人で菅さん顔も清々しい。そういうふうに見えますか？だけどやっぱり偉いなと思うのは、最後の最後まで新型コロナウイルスについてはですね、全力でやるんだとおっしゃってましたが、それと本当にね、言行一致でいろんなところへね、確認に見に行ったり、それからアイデアを提供したり、いろいろして、菅さんは最後の最後まで総理大臣の役目を果たすという、そういう姿勢見えますよね。で、やっぱりね、なんかこう、次の総裁にならなきゃいかんなんていうんで、ストラグルしていた時は、なんか顔にこうで、なんとなく、剣が出るというか、ね、もっとはっきりものを言いなさいよとか、ですから記者会見でもですね、ちょっとね、聞かれた内容とね、答える、その、内容がですね、ややちぐはぐみたいな、で、はっきり物を言わないなみたいなとこありましたですけども、もうこれでおしまいだと思えば、今度ははきはき物も言えるんじゃないでしょうかね。どうなんでしょうか。対人で菅さんの顔も清々しい。
いろいろといただいておりますけれども、今日は100歳以上8万6千人で、100歳の話は日野原先生とかね、例にとっていろいろしたことがありますから、今日はねそれ以上はもう言わないことにしようかなというふうに思っております。だけど日野原先生なんかもっと長生きすると思いましたけども、意外とやっぱり、寿命が尽きるときは尽きるんだなという、まあですから、私ももう来年80ですけども、先週、お届けした日本放送の深澤宏アナウンサーのねお通夜に行ってきました。王長嶋、それから原監督、いろんなね野球界のそうそうたるメンバーからね、もちろんエモヤンなんかもそうですけども、花束がいっぱい届いておりましてね、家族葬とは言いながらね、非常にまあ賑やかな葬儀でしたけども、順番ですからね、私も来年80ですから、まあ、いつ死んでもいいようにとは言いませんけど、ちょっと身辺もね整理せにはいかんかなみたいな、そんな思いがちょっとよぎる今日この頃ではあるんですね。あ、一つ一つ、チャンネル登録をよろしくお願いします。現実に帰るとね、この YouTube は大事にしておりますん で周りも一生懸命やってくれてるんでね、一つお助けをよろしくお願いします。ということで、100歳以上最多の8万6千人ことぶき世界一ということでね、はい、ありがとうございました。では明日もよろしくお願いします。今日はこの辺で、ではでは。